墓参を済ませた会長は京都の細川別邸に入り、信仰を結ばれている佐川急便グループの佐川清会長とお会いになります。佐川会長とご子息の清和商事佐川正明社長に迎えられ、懇談の場に入られました。世界の人類愛を標榜され、有言実行の信念のもとに多年にわたって社会に貢献してこられました業績は、他の誰もの追随を許さないものがございます。まあ、海のように広い心とでも申しましょうか、そうした素晴らしい心の持ち主でいらっしゃる日本船舶振興会会長の笹川良一さんでございます。一方、激動の物流界にありまして、単に物を運ぶというだけではなく、私は人の心を運ぶんだという精神を基本に、今日の業界のリードオフマンの役割を果たしていらっしゃいます佐川急便グループの会長、佐川清さんです。今日は大変お忙しいお二方でいらっしゃいますけれども、その両会長に京都の細川別邸にお運びをいただきまして、一つざっくばらんのお話を伺いたいと思います。世界か人類兄弟です。それでもあります。何でも聞いてください。そうでございます。オープンですから。また一方、佐川急便グループは来年創立25周年を迎えるわけでございますけれども、若い佐川の方々にもぜひいろいろとご教訓を賜りたいと思いまして、まあ、若者の代表という形で、佐川急便グループの統括本部清和商事の佐川正明社長にもご同席をいただきました。じゃあ会長、どうぞ。両会長よろしくお願いします。もう今更業績を一つ一つ上げてうんぬんすることはもう抜きにだって知っておりますんで、佐川会長は、佐川会長いつ頃から存じ上げる？もう5年くらいですかね。5年くらい前だったと思いますね。そうそう。ああ、そうです。一向変わりませんでしょ、この方は。はい、そうですね。世間で、まあ、よく言う佐川良一像という虚像がありますよね。作り上げられて、はい、こんな人だとかあんな人だとか、いろんな人が憶測で行ったり帰って、まるで違いますでしょ。そうですね。大体先生のあちこちにこう書かれたり、人に言われてる話は、先生にお会いしたことない人が大体の人ですね。そうなんです。もう全然一般で言われてる先生と違うんですね。まるで違う、ね。はい。そうするとお会いして5年で、今佐川会長の心の中にある佐川会長への気持ち、率直に言えばどういうことですか？簡単に言いますと。もう偉大な人、それだけですね。偉大な方。ああ、そうですか。とにかく鬼親父、鬼婆婆に育てられた。そのおかげでね、82歳の今日もね、暑い寒い行ったことない、オーバー来たことがない、冬でもね、お湯を使ったことがない、夜でも子供の時分から恐ろしいと思ったことはない、それはね、結果です。原因のない結果ありませんよ。この子はあなた方の子供やりませんよと、ね、この世を救いにね、天から使わされた子供やから、そのつもりでね、強く正しく育てなさいなんて余計なこと言うもんだから、ひどい目に遭わされたんだ。ひどい目に遭わ、でも、それが良かった。ねえ、それでね、もうその火鉢に手を当てるとね、大人は火の粉当たってよろしいと、子供は風の子である、と裸にしらえてね、水を頭からぶっかけられるわけ、何十杯も。そうするとね、寒いなんて冷たいなんて割れちまうわけ。そういう教育を受けたからね、だからこのクソ親父のその時は特にね、この鬼ばば早く死にやがったらいいなと、どれだけもとかに、とは12、3歳になった時にね、お前は恨んでるやろうとね、出入りの子供とか近所の子供はね、こんなひどい目に遭ってないのに、それは歌謡閣下でね、いろんな人がね、お前わしらの子供はないんだ、この世を救いに来たね、天から使わされた子供やからと言われたので、強く正しく言われた通りに育てたんだから、悪く思うてくれない、それで初めて分かった。それが結果においてはね、いかなるね、艱難辛苦にも
打ち勝ってきた。それはまあそういう原因があったからね、今日のその結果があるんです。それと同じようにね、三和急便というものも、はい、ね、はい、なんで今日の代を成したかということ、それは結果なんだ。原因のない結果ないね。酒を飲むから酔うので、水を飲んでは酔わない、ね、それは佐川会長がね、普通ならば荷物だけを運ぶ、これダメです、みんながやっとる、ね、魂を持って相手の大事なね、お客さんの荷物を責任を持って、ね、早いだけではない、早くしかもね完全に送り届けるというね、その誠意が認められたから今日になったんで、そうじゃなかったら今日になりませんよ、僕がねやってきたことと同じことやってる。懇談のあと佐川会長に請われて快く揮毫される笹川会長、佐川急便の社是である飛脚魂が鮮やかに書き上げられます。うちかって言うじゃん。藤田先生また作業の番組に。佐川会長心尽くしの京料理のもてなしを受け、和やかなうちに楽しい京都の一夜を過ごされました。どっちのですか、あの白山の方です。どっか御苑だったかな、あれ。